今回の一大イベント。特番、ハッシュタグサンピープル一枚ニュート砂時計の見どころと豪華 MC 陣の魅力を徹底解説。平野翔初の MC 挑戦。特番、ハッシュタグサンピープル一枚ニュート砂時計で見せる新たな一面とは。特番、ハッシュタグサンピープル一枚ニュート砂時計は、今回の一大イベントとして多くの視聴者から期待されています。 この番組の斬新なコンセプトは3人以内のパフォーマーが1分以内で最高のパフォーマンスを披露するというものですこの短い時間内にどれだけのインパクトを与えられるかが鍵となり視聴者はもちろん審査員たちの評価も注目のポイントです MC を務めるのは若手俳優の平野翔さんと人気コメディアンの渡辺直美さんです2人の絶妙なコンビネーションとコメントのキレが 番組をさらに盛り上げます平野翔さんはこれまで多くのドラマや映画で活躍してきましたが MC としての姿を見せるのは今回が初めてです彼の持つ自然体でフレンドリーなキャラクターがどのように番組に反映されるのか非常に楽しみです一方渡辺直美さんはその独特なユーモアと明るさで知られています彼女のコメントはいつも鋭く かつ観客を笑わせる力がありますこの二人が一緒に司会をすることで番組全体がどのような雰囲気になるのか期待は高まるばかりです審査員としては音楽プロデューサーのスカイハイさんダンサーのリエハタさん振付師のトラビスペインさん女優のめぐみさんそしてお笑い芸人の加藤浩次さんが参加しますこれらの審査員たちはそれぞれの分野でトップクラスのプロフェッショナルであり その厳ししい目でパフォーマンスを評価します。特にトラビス・ペインさんはマイケル・ジャクソンの振付師としても有名でありその経験をもとにした評価は非常に貴重ですこの番組の魅力は何と言ってもその短い時間でいかに感動を与えるかという挑戦にあります1分という限られた時間の中で観客に強烈な印象を残すパフォーマンスを見せることはパフォーマーにとっても大きな試練です しかしそれだけに成功した時の達成感も大きいでしょう視聴者としても次に何が起こるのか予測できない緊張感と目の前で繰り広げられる驚きの瞬間を楽しむことができますまたこの番組は TVer での同時配信も行われるため地方に住んでいる視聴者もリアルタイムで楽しむことができますこれにより全国の視聴者が同じ時間に同じ感動を共有できるのです SNS 上でもリアルタイムでの反応が期待され多くのコメントや感想が飛び交うことでしょう視聴者の声が直接番組の盛り上がりに影響を与えることもあり参加型の楽しみ方ができます特番「ハッシュタグサンピープル一枚ニュート砂時計」に寄せられたコメントを見ると多くの視聴者が平野翔さんと渡辺直美さんの MC に期待を寄せています2人の掛け合いがどのように番組を進行させるのか どんなユーモラスなコメントが飛び出すのか、視聴者は心待ちにしています。特に平野翔さんの初 MC ということで、彼の新たな一面を見ることができるのは大きな楽しみです。渡辺直美さんの爆笑必至のコメントも見逃せません。この番組はまた、さまざまなジャンルのパフォーマンスが見られる点でも魅力的です。ダンス、歌、コメディアクロバットなど、 どのようなパフォーマンスが登場するのか予測がつかないため、一瞬たりとも目が離せません。特に、普段あまり見ることのない新しい才能や、意外な組み合わせのパフォーマンスが見られる可能性もあり、その点でも視聴者の興味を引きます。さらに、審査員のコメントも大きな見どころの一つです。彼らのプロフェッショナルな視点からの評価は、パフォーマーにとっても視聴者にとっても学びとなるでしょう。特に、 厳しい評価が下された時には、その理由や改善点について詳しく解説されることが期待されます。これにより、視聴者もパフォーマンスの質をより深く理解し、次回のパフォーマンスへの期待が高まります。この番組の成功は、視聴者の反応や SNS での拡散にも大きく依存しています。放送後には、多くの視聴者が SNS 上で感想を共有し、番組の話題が広がることでしょう。 特に印象的なパフォーマンスや面白いコメントがバズる可能性が高くそれが次回以降の視聴率向上につながると期待されますまたこの番組は若い世代にも大きな影響を与える可能性があります特にパフォーマンスを通じて自分を表現することの大切さや短い時間で最大限のインパクトを与えるための工夫について学ぶことができるでしょうこれにより 新たな才能が発掘さされれることも期待されます特番「サンピープル1枚ニュート砂時計は」はその斬新なコンセプトと多彩なパフォーマンスそして豪華な MC と審査員陣によって視聴者にとって忘れられない夏の一大イベントとなるでしょうこの番組を通じて多くの視聴者が新たな感動と興奮を味わいまた新たな才能の発掘にも期待が高まります 放送日が待ち遠しいという声が多く聞かれるのも納得です。視聴者の期待に応えるべく、番組制作側も全力で準備を進めていることでしょう。最終的に、この特番が視聴者にどのようなインパクトを与え、どのような反響を呼ぶのかは放送後のお楽しみです。視聴者としては、一瞬一瞬を見逃さずに、最高のパフォーマンスと MC の掛け合いを楽しむ準備を整えておきたいものです。 特番、『#サンピープル一枚ニュート砂時計』がもたらす新たな驚きと感動をぜひリアルタイムで体験してくださいこのような特別番組が持つ力は視聴者だけでなくパフォーマー自身にも大きな影響を与えるでしょう限られた時間の中で自分の力を最大限に発揮し多くの人々に感動を与えることはパフォーマーにとって大きな挑戦であり同時に大きな達成感をもたらします また、彼らが受ける評価やフィードバックは、今後の活動において貴重な財産となるでしょう。さらに、この番組はエンターテインメント業界全体にも影響を与える可能性があります。短時間でインパクトを与えることの重要性や、新しい才能の発掘方法として、今後の番組制作の参考になるかもしれません。特に、若い視聴者層の関心を引くための新しいアプローチとして、 このような形式の番組が増える可能性もあります。視聴者の皆さんには、この特番を通じて新たな発見や感動を楽しんでいただきたいと思います。そして、SNS などで感想や意見を共有することで、番組の盛り上がりに貢献していただければ幸いです。特番、ハッシュタグサンピープル一枚ニュートスなど系が、多くの視聴者にとって素晴らしい夏の思い出となることを願っています。 放送まであとわずか、どうぞお楽しみに。特番、ハッシュタグサンピープル一枚ニュート砂時計の魅力をさらに掘り下げていきましょう。この番組が提供する新たな体験と、視聴者がどのように楽しむことができるのかについて、より深く考察していきたいと思います。この番組の最大の特徴は、何といってもそのスピーディーな形式です。 1>, 1分という極限の時間内でどれだけのインパクトを与えられるかが試されるこの形式は単にパフォーマンスの質を問うだけでなく創造性や瞬発力も必要とされます例えばダンスパフォーマンスであれば1分以内に観客を引き込むためのダイナミックな振り付けや高度な技術が要求されます同様にコメディのパフォーマンスであれば瞬時に笑いを取るためのタイミングやユーモアのセンスが試されるのです このような短時間でのパフォーマンスは、パフォーマー自身にとっても大きな挑戦であり、その成果がどのように発揮されるのかが見どころの一つです。また、MC の平野翔さんと渡辺直美さんがどのように番組を進行させるのかも大きな注目ポイントです。平野翔さんの自然体でフレンドリーなキャラクターと、渡辺直美さんの独特なユーモアがどのように融合するのか、 番組の進行にどのような影響を与えるのかが期待されます二人の掛け合いがパフォーマンスの間にどのようなエネルギーをもたらすのか視聴者はその結果を楽しみにしています